シャモンです。みっちゃんとシャモンです。シシャモです。旦那のお小遣いで、今日はバックミュージカルがついてるから、お小遣い試合が増えてきた。キンキンに冷えて美味しいです。いい感じ、かわいい。うちらの好きな色ですね。そう、こんな感じ。
がめっちゃ良くなった。うん、はい。あーすごい匂い。あ、お兄ちゃんに変わったんだ。あ、ちょっとあのシャワー浴びてくる中もんで。確かにね、汗かきますよね。すごい。すごいかっこいいね。ちょうど上がってこようかなと思ったら、ちょっと彼を2、3分を見ますよ。下もあるもんね。うん、あ、おいしそう。400円です。げ、誰が置きましたかこれ、机の上に。誰が置きましたか。なんてやつだよ。下に置いてくれ。ゆっくりゆっくり縮めて。火を見て。うん、いいね。簡単に、というかいつも簡単だよね。じゃーん、タコの刺身とワカメとなんかの魚。これ最近多くね、これ。あ、ダニね。これいらねえよ、ゴミになるよ。いとしのいっちゃんです。いちこたひー、元気になったよ。うん、タコ大好き、うん、そう思ってタコ買ったんだ。タコ美味しい。何を焼いてるんですか。鳥です。わ、鳥しかないんですけど、鳥専門店やないけどこだわって、鳥しか焼きなんだ。じゃあハイボールさせていただきます。お願いします。ちなみに普段ご自宅でハイボールとか飲まれますか。家でも飲みますよ。あ、じゃあどんなの飲みます。いや、うち結構、ま、安上がりな日課ですね。日課ですね。今日はちょっとスコッチで入れさせていただきたいと思います。いいですね、スコッチ。ルカもそうですけど、ちょっとこの D&B レアでございます。これスペイサイドモルトのグレンリベットとグレンフィニッシュとこれのお上品な味わいのウイスキーのグレンデの調整です。飲みやすいと思います。いただきます。ハイボール、暗いね今日は。で、今から日本酒を開けるだけ。はい、かわいいにゃんこのお酒、秋酒になります。
焼かなくても食べれます。網持ってくる。車に積んでる。